皆さんこんばんは、タラシュンです。今日もエルベツゲーマイチームやっていきたいと思います。今日はですね、シーズン6が始まって今日で土日月、まあ3日経ったっていう感じなんですけど、ずっとクラッチタイムやってまして、無事にですねクラッチタイムが終わりました。今回100勝達成ということで今、ランク11にいるんですけど、今回100勝でですねジェームズ・ウォージーが、ゲットできるっていうことなので、無事ゲットできましたのでそれの開封をしていきたいと思います。で、まあ、開封、まあ、別にまあ皆さんそこまでってことだと思うんですけど、まず私の場合はですね、詳細はまた別の動画にしようと思うんですけど、今回このメンツでやってたっていうところですね。もうこれでずっと100勝回しました。ルカドン、ポイントガードルカドンチッチ、シューティングガードが、テリー・ディッシンガーさんで、スモールフォワードがダニー・フューリーさんで、パワーフォワードが、オラジワンで、センターがカム・アブドゥル・ジャバと、この、5人でずっと回してたっていう感じですね。まあこのメンツでですね、まあ使いやすいなれるのもあるんですけど、それでやってったっていう感じですね。で、今回はですね、なんか前シーズンのように、まあ、2日ぐらいしか経ってないので、そんな猛者みたいな人たちもまあいたんですけど、まあ勝ったり負けたり繰り返しながらですね、まあリセットは1回だけされたかなっていう感じです。多分日本人の人に3回負けちゃったんですけど、それ以外はまあほぼほぼ3敗もせずにちょろちょろ、次に重ねていったっていう感じですね。それではですね、ここに未開封のところありますので開けていきたいと思います。ですね、いやこれでねやっと他の TTO とかアジェンダできるんで早く終わらせたかったんですよね。はい、ダークマターの、ジェームズ・ウォージーですね。パワーフォワード登録になってますけど、まあ運用はスモールフォワードかなと思います。はい、ゲットできました。はいはい、それではちょっと能力見ていきたいと思います。ジェームズ・ウォージー、あれですね、クラッチタイムのホイールの、アルバート・キングさんは100勝しましたけど出ませんでした。なのでちょっとまた、もうちょっと勝ってゲットできるようにやらないといけないんですけど、まあその前に100勝のジェームズ・ウォージーゲットできたんでちょっと能力値見ていきましょう。内容としては、まあ、ドライブ、あとポスト系優秀ですね。全部95、まあまあ、95以上あるっていう感じですね。まあ、ダークマターなんで、これくらいの能力値だと思うんですけど、で、低いのが、スリーポイントが88なんですよね。今の環境下だと、普通に90超える人って多いと思うんですけど、まあ、88でちょっと低くて、まあ、シューズブースとして、まあ、92までいくかなっていうところですね。まあ、92までいけば十分だと思いますけどね。で、ボールハンドリングも86と。で、パスが高いんですよね。85、88っていうことなんで。これがちょっとスモールフォワード、パワーフォワード運用の選手との、特徴、違いになるかなっていうところですね。で、ディフェンスは優秀というような形になってまして、まあ、ダークマターかなっていうような印象ですね。で、バッジもですね、ほぼほぼついてまして、ついてないのが、ちょっとサイトを見て、見たんですけど、このシュート系なんですよね。ミスマッチエキスパート、ラッキーセブン、ブラインダー、サーカス3、リミテッドスポットアップとか、シェフとかが、ついてないので、シューティング系のバッジを、まあ、ゴールドぐらいまでやってしまえばですね、ほぼほぼ使いやすいかなっていうような形になってます。では、比較として見るとですね、まあ、今回の、前シーズンか、前シーズンの中で、トークン報酬で、ベイリーさんもいるので、そこと比較するとですね、まあ、ほぼほぼ、まあ、身長はベイリーさんの方が5センチとか高いんですけど、まあ、能力値でいくとオフェンスのところですね、そこはベイリーさんより、ジェームズ・ウォージーの方が高いかなっていうところ、で、まあ、ディフェンスについては、ベイリーさん、ペリメーターインテリアは、高いよというような形になってます。あと、まあ、スピードとかも、まあ、ほぼ誤差のレベルかな。で、ちょっと特徴的なのは、ジャンプ力と体の強さだけは、ちょっと、ベイリーさんの方が高いよ、というところで、まあ、遜色ないような形かな、というところですね。まあ、バッジの数もほぼほぼ一緒なので、まあ、どっちを使うかっていう感じですね。で、おそらく比較対象になるのは、まあ、ルディ・ゲイとか、あとはですね、まあ、クラッチタイムの時に私も使ってるんですけど、
このね、ダニー・フューリーさんがね、優秀すぎるんですよね。ほぼほぼ身長体重も一緒で、何がいいって、スリーポイントシュート履かせてますけど、数が95だったのかな ?95 で、まあインサイドとかもポストも、そんなにスモールフォワード運用するんだったら、使わなかったら意味な、そんな変わんないかなっていうところなんですよね。で、キャッチ&シュート、ディフェンス強いっていうところで、これだけでもね、全然強いんですよね。で、スタミナ、体の強さ、ジャンプ力もあるというところなんで、これ、本当にピンクダイヤかなっていうような性能なんですよね。で、バッチ数もですね、59の12とか、化け物なんですよね。まあ、ジェームズ・オージさんもね、さっき言ったように、シュート系をつけていけば、もうちょっと強くなるかなと思うので、ちょっとそこはまた、いろいろつけてね、やっていきたいと思います。それではですね、ちょっと使っていきたいと思います。はい、ジェームズ・ウォージさん準備できました。ホットゾーンはですね、一番上だけついてないって感じですね。で、ですね、これシュートタイミングベリークイックになってて、クリス・マリンと同じっていう感じですね。なので、タイミング合わせればですね、普通に全然出ますね。今までのジェームズ・ウォージさんちょっと遅いかなっていうような感じだったんで、まあ出るかなっていう感じですね。で、おそらく、普通に出ますね。あとはもう全然動きが早いっすね。ダンクも全然いくし。まあ、ここがフューリーさんとのちょっと違いですよね。あとは、ステップバック。まあ今ちょっとこれはね、いろいろバッチついてないし、88なんで、そこはちょっと強化必要かなっていうところですけど。ああ、全然使えますね。このステップバック好きだな。ちょっとこれは私のパワーフォワード運用かな。うん、使いやすいですね。じゃあちょっとインサイドもね、95ぐらいあるんで、普通に、まず普通のシュート。まあ落ちちゃうな。うん、使いますね。ちょっとタイミングはね、練習しないといけないですけど。フック。あ、ホップやりましょうか。まあそんな移動幅がないんで、まあホップをおすすめしないって感じですね。インサイド。あとは、フェード。うん、使いやすいですね。はい。こんな感じでですね、ジェームズ・ウォージさんのちょっと、動きを見ていった感じです。でクラッチタイムね、私も無事に終わりましたんで、ぜひ皆さんもね、早めに終わらせ、まあ、早めにっていうのは間違ってますけど、終わらせてですね、ジェームズ・ウォージさん。あとですね、ホイール報酬のアルベルト、キングさん、ゲットしていただけたらなと思います。私はね、もうここに、ジェームズ・ウォージさん置こうかなと思います。いや、すごいっすね。ダークマターが4人か。ちょっとなってきたな。でもまあ印象としてはですね、敵、要は相手プレイヤーもですね、ほぼダークマター3人とか4人とかのメンツかなっていう印象ですね。多かったのはやっぱルカ・ドンチッチとジャバーがいて、ここにレイ・アレンで、スモールフォワード誰だったかな。まあベイリーさんもいるし、あとはなんだろうな、ヤニスいたり、あと誰いるかな、まあ、T-Mac いたり、とかですかね。ちょっとあんまピンとこないですけど。で、パワーフォワードのとこはまあみんないろんな人置いてたかな。オラジワン置いてる人もいたし、シャック置いてる人もいたし、ハワード置いてる人もいたし、あとはそのルディゲー置いてる人もいたし、まあいろいろちょっと、まあ大体出てくるメンツが、決まってくるかなっていう感じですね。はい、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さん見ていただきましてありがとうございました。